みなさんこんにちは。イエーイ、93年組です。イエーイ。ここでは皆さんからいただいた質問にどんどん答えていきたいと思います。イエーイ。いいですか、皆さん準備は。はい。じゃあ最初はサッカーのやつね。多分これユース、中学生の子ね。きついメニューをしてるときどんなことを考えながらしてますか？あ、それしようとしたのに。うちも詰めからなんて言った？きついメニューをしてるとき、走りとかわかんない、きついメニューしてるときにどういうことを考えながらしてますか？誰から答える？回答できる人。きついとき。回答できる。はい。どうぞ。走りとかってことだよね。うんうんうん、まあ自分の中できついと思ったらじゃない。もう何も考えてない。お、自分も終わった後のことずっと考える。なんかもう無かも。考えたら疲れない。うん、多分余裕がないから、余裕を持てないから、まあそれはあんま良くないと思うけど、なんか参考にならなそうだけど、結構無心かも。なんか次のメニューのこととか考えたら嫌だよね。自分楽しかった出来事を考えながら走るんだけど。終わった子供みたいな。いや、なんかこの間見て、みんなでご飯食べたときすっごい楽しかったなって考えながら走ると血が軽くなる。すごいんだけど、だからタジリ走れるの？いや、マジで走れる。パルトレイクのときはマジでそれだった。なんか、自分はね、きついなみたいな。走り限定だけど、なんかあの角まで、あの角までみたいな。あそこまでとりあえず。ああ、でもわかるかも。あ、それちょっとわかるかも、でも。あと何本目とか、あと何本やったら休めるとか。分数のやつとか、うわ、あと今で3分の1だとか考えちゃう。逆にさ、そのさ、マックスを減らして数えていく。あと5本、あと4本で。最初マックス往復とかだったら、1本2本とかすごい多く見積もって徐々に減ってくる嬉しさを噛みしめる。うわ、きちいなって感じ。なんか一般のおじさん入ってきたみたいになってるけど。不審者みたいな。クミはきついなって感じなの？きついからまあ嫌みたいな。いいや。でもそれでさ、その時間を過ごせるのもすごいじゃん。確かに。思いながらも。ヨーコは、ヨーコは？あ、言ってなかったよね。もう、すんごいもうきつくなる前に自分に余裕を持たせる、なんかもう。なんていう。もう余裕って頭に。でもさ、ヨーコとかあるのはさ、走れるじゃん。確かに。そういう時って何？よっしゃーみたいに見せどころだぜって感じ。いや、なんかね、逆にプレッシャーかかるかも。抜いたらわかるし、みたいな。うん、あ、確かに。あ、なんか後ろの方だったらさ、なんかどんなんでもさ、なんかさ、プレッシャーないからいいよね。けどさ、なんか順番がない、なんか一応さ、いつも走ってたらさ、なんか大体こうな決まってくるからさ、それでもなんかある気がする。うん、いや、後ろの方は後ろの方で。後ろの方は誰も見てないよ。いや、まあ、とにかくみんなポジティブなことを考えてるでいいんじゃない？まとめた。急にキャプテン出すじゃん。ねえ、クミ全然違くない？クミそんなこと言ってなくない？全然ポジティブ。俺はさ。NEXT。誰？次。あ、いる。まとまった。私？私まさかのカンナとかぶったけど、変えるわ。変えて。でもなんかネガティブになっちゃうな。嫌いなメニューは何ですかみたいな。うん、完全
詳しいの1対1走りなしで、はい、なんか練習メニューでちょっと嫌いっていうか嫌だなみたいな。あ、2対1あ、一緒かも。1対1 2対1あ、2対1、うん、自分1対1、ね、あゆも1対1、うん、1対1も1対1、2対1のさ、どっちそれな、どっちも守備か攻撃か、守備、守備なんてやられるって思いながらも負けてもともとだから、そうそう、なんかそう頑張らないといけないっていう。でも攻撃もじゃない ?2 だから勝たなきゃいけないっていう。ああ、確かに確かに。お互いミスってか、そうそうそう、あれできない。なんかポジションによっても変わりそうだね。これだね。確かに。自分は得意かも。好きそう。自分、結構幅が狭くて、縦が長いゲームとか結構苦手かも。苦手っていうか難しい。あ、タッチ数制限かかってるゲームとかやだかも。ポジションドリブ、ドリブラーだからね、組は。そうだね、特徴を出せないと難しいよね。ワンタッチだけのポジションとかたまにやるときも嫌だ。なんか明らかにトラップしてフリーなのにさ、絶対出さなきゃいけないっていう意味わかんないみたいな。逆に相手スペースに行っちゃうとめっちゃ浮いちゃう。ゴール来た時にマジ損だよ。キーパーとかは？あ、確かにキーパーはなんだろう、連続系じゃない？連続で、その、なんか、あっち行ったりこっち行ったり、飛ばされるやつが、すごい嫌。と、あと、自分、個人的には、あの、ゴールがめちゃ近くて、ダブルボックスぐらいで、あの、クロスゲームみたいな。クロスバンバン、確かにかわいそう、あれ聞いてかわいそうし怖いよね。そう、あれは結構怖い。しかもすぐに攻守入れ替わるから、もう息つく暇もないから、マジでピヤーってなる。確かに、だって常にさ、シュート合わせる人がめっちゃおるんやもんね。そう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 、目の前にいっぱいいるし、すっごい神経使うからやだ。キーパー練習がめっちゃきつそう。本当、キーパー練習本当によくあんな毎日やってるなってなんか思う。こうチラって見ながら。並んだりジャンプしたり。キーパーの方があんなにジャンプできんのってぐらいジャンプするよね。この子、これ順番に読んでくからね。え？ごめん、遅くなっちゃった。全然 OK。お弁当食べていい？いいよ。どれどれ？さっき写真送ってきたやつ？次はあゆ。そう、みんなが送ったやつから、今はサッカーの話題。ねえ、クミ違うよ、なんでしょう。タジリが最初。あゆ、タジリ、タジリ指名されたの。タジリ、田中だから。好きって間違えんだよ。なるほどね。急にあゆ来たんだけど。クミの声全然聞こえないんだけど、自分だけ？ちょっと待って、なんか何？名前順になってたの？名前順で言ってる、今。あ、そう、俺画面的にこう、あゆだったんだよ。あ、そうだ、これみんな画面違うから。みんな画面バラバラよ。あ、そうか。じゃあもうさ、クミ司会する？確かにクミが仕切って。クミが仕切ってくれていいよ。じゃああなた言うやつ取り直そうよ。無理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 。確かに、いいじゃん。あ、確かに、そうちゃん来たからさ。クミバースもやった。確かに。やだよ、絶対やだ。一回やって。やだよ。今張り切ってやってたやん。え、違う違う、いやもう話があれだったから、早もうあゆと思っただけ。きついきつい、勘弁してください。質問考えてない。じゃあ次誰？タジ？タジ行く？
じゃあ、将軍で来てたんだけど、おう、選手として一番脂の乗った時期かと思います。で、30に近づくと衰えてくるところも出てくると思われますが、先を見据えたプレースタイルの変化と何か考えていることで取り組んでいることありますか？若い時と、二十歳そこそこの時と、ちょっと自分の中で何か変えたことってありますか？ないないえ、でも25超えてから本当に疲労が抜けなくなった。体が重い。本当に。わかる。だからなんかストレッチの時間とか倍ぐらい伸びた。あとアップちゃんとやんないとマジで足とか上がんない。ボールとか全然蹴れん。でもわかる。2日オフとかあると全然もう動かない。うん。だからオフが逆に怖い。体を動かさないと。そうでもさ、なんか海外来てからめっちゃオフが多いんで、しかもアップとかも全然さ、なんかわかる。みんなあんまり来たりしない。え、よく動けんなって思うよね。うん、もう突然。いきなりスプリントとかやったりするから、えみたいな感じになっちゃう。そう、なんか最初のさ、練習の最初に 100% のスプリントみたいなの入るんだけど。マジで怖い。切れますけどみたいな。え、でも普通にそれやってるんですよ。いやだからちょっと自分でやる一人。ああ。なんでみんななんかボール回し好きだから、なんか必ずボール回しやってるけど入らないでやってたら、え、なんで入んないのってすごい言われる。うん、作んないと知らないんだけどみたいな。試合すごいよ、なんかさ、サブの人たち全くアップしないの。あ、しない。ボール回しする人はするし、なんかしない人は普通にベンチ座ってるし。へぇ、全然呼ばれるね。なんかさ、日本だったらさ、最初みんなでやるじゃん。だけど、ベンチの人はさ、やんなくない？そう、もう、スタメンだけアップ。へぇ、でさ、試合中も動いてないの？試合中は言われた人がパッて動きに行ってみたいな。なんか前半誰か怪我しちゃったらもうね、すごい、ちょっとアップして出るみたいな。すごい、それで動けてんの？そう。多分ね。体の作りが違うんじゃん。そう、もう。待って、何だったっけ、あの。質問なんです。若い時とプレ変わったそこ？プレースタイル変わったか。違うやん。なんかプレースタイルは変わんないけど疲れが抜けない。サッカー関係。プレーがうまくいかなかった時はどうしますか？はい、深呼吸。手あげるけ。はい、どうぞ。だから挙手制になったの。ゆばちどうぞ。口にあの出す、あのまあいっかって言っちゃう。まあいっかっていうの、ミスった時とか。で、うん、もうしょうがないからまあいっかっつって切り替える。試合中の話？全体的にうまくいかない時。どういう時かな。プレーがうまくいかなかったときはどうしてますかって。はい、試合中とか練習中やないかな。はい。はい、はい、どうぞ。試合中だったら、もう本当にシンプルなプレーを心がけて、もう、受け込めるっていうか、試合の流れに入れるまで、もう味方を頼る。なんか自分でどうにかしようって思ったら絶対うまくいかないから、うん、なんか今は自分のあれじゃないなって思ったらもう結構預けちゃうかも、愛は。うん、一緒かも。なんかずっとそれじゃダメ、ずっとそれじゃダメだけど、うん、慣れるまでですよ。入りとかは結構そういう感じかも、うん、自分は。なんか試合中に限ってだけど、試合中、そのあゆも言ったけど、まあ、うまくいかないってなった時に、
まあ、なんかどうしてもさ、その日の調子で足にボールがつかないとかあると思うんだけど、うん、そういう時は、まあ、とりあえずもうじゃあ体を動かそうって思ったり、何かで補おうっていうか、うん、の部分もあるし、声をいっぱい出すだとか、そういう、なんだろう、技術じゃない部分でもあるかもしれないけど、何かできないのを今だできる、変えれる部分で補おうとするかもしれない。うん、俺逆に試合中っていうか90分間通してじゃないと、あ、今日調子悪かったなって思わないようにしてるかも。ああ、思ったことないわ。何終わった？口ちゃじゃないっす？なんで？口ちゃんいるよって言った？口ちゃん。口ちゃんそう。こっちにちゃんと減ってない。え、じゃあ、クミはさ、最初のさ、何プレーかかでさ、こうミスがこう続いてもさ、別に最初だからって全然気にならないってこと？なんかいろんなやり方は考えるけど、うん、なんか調子が悪かったなって思うのは、もう90分間通して終わってから。ああ。なんかフォワードっぽいよね。うん、確かに。ポジションでもなんか違そう。気持ちの持ち方が。なんかさ、ディフェンスとかだとさ、1回のミスでさ、結構致命的なこと起きるじゃん。うん。だから、ちょっと自分にやばいぞって逆に言い聞かせる。逆にね。うん。このプレイここでやったらやばいぞって自分に言う。で、そしたらプレッシャーに負けるわ。で、やばいぞ自分っていう。で、深呼吸する。流れが決まってるんや。ゼロにする一回。なんか前だとさ、シュートを打たないっていう選択肢がないじゃん。なんかやばくてもシュートじゃたくさん外しててやばくてもシュートを打たなかったら逆になんていう言われるっていうかさ、そうなったらもうやるしかないかなって思っちゃうんだけど、まあ、でも後ろと前じゃちょっと変わってくるよね、そこは。まあ確かに、なんかフォワードっていうか前目朝だいたいチャレンジはだいたい OK ってなるけどさ、うんうんうん、そうだよね。っていうか、守備はそういうわけにもいかないからね。難しそう、なんかその、もしミスった時の後の、ちゃんなんか、ミスの取り返し方とか難しそう、ディフェンスは。点取るとかにつながんないからさ、自分のミスで失点とかだったらさ、結構落ちるとこまで落ちるよね。でも逆にプレッシャーはあるよ、だから。シュート外しまくってたら、あ、やばい、決めないとみたいな。だからそれこそもうフォワードに頼むって思っちゃう。なんでちょっともじもじした。逆に中盤の選手はどういう感じなの？そうちゃんとかは？自分な。なんやろ、でも結構自分めっちゃ気にしやから、なんか一回外して周りに言われたらなんか次打つの怖くなっちゃうかも。あ、もっとなんやねん、うっさいわみたいなタイプかと思った。いやいや、全然もうそんな全然言われへん。次行こう、次行きましょう。次、千葉さん。なんでもいいやんな。で、サッカーのこと、うん、サッカー、うん、サッカー、サッカー、じゃあなんかきついメニューしてるときとかどんなこと考えながらしてるか。それはさっきやった、さっきやった、それ終わった終わった、終わった、終わった。じゃあ管理気をつけてること、なんで、うん、体重管理で気をつけてること、気にしてる？皆さん
一応ね、ベスト体重は気にしてるかも。ベスト体重はあるけど、別にそれに向かって何かするとかはない。なぜ？それベスト体重してる意味ないじゃん。この中で一番体重の変化あったの自分じゃない？どう？うん、おでも首がどんだけこう重さとしてどんだけ減ったとかは知らない。えでも見た目でわかるでしょ。いや見た目はわかる。何キロ痩せたマックスで。マックスからマックスで10キロ以上。すごい、うん、すごい。どのぐらいで痩せたの。いやでも1年近くかかったよ。1年で10キロ。でもさ首本当あのやっぱベルってさ、ユニフォームがさ、タイトだったじゃん。だからさ、それはすごかったね。すごい悪いこと言っちゃうとさ、もうなんか三頭身ぐらいのレベル感のさ、ダンダンって。間違いないよ、そこは。今、プラス10キロあったってこと？うん。今はでもちょっと痩せてるから、あれだけど、でも そんだけ変わるとさ、やっぱ動きっていうか体の軽さとか実感するものでしょう。うん。まあするかな。軽くなってよかったこととさ、悪かったこととかあんの？動き。まあ、そうだね。まあ普通に体軽いなって感じるようにはなったし、まあクイックネスには動けるようになった。あちょっとさ、まあ、疲れやすくなったとかはないの？いや、それもあるし、まあ、あとは、シュートの威力が落ちた。あ、落ちる。ダメじゃん。え、クミの持ち味じゃん、それ。これ。いや、だから、痩せすぎも良くないなと思って。うん。で、それはさ、自分で痩せようって思ったの？それとも周りにさ、トレーナーとかにさ、落とせって言われたの？いや、まあ、自分でも、さすがにやべえなと思ってたし。てかなんか、痩せたいのに痩せれなかったんよ。まあ、あとはまあ、監督、本田さんにも言われた。ああ。そうなんだ。うん。何一番頑張った？食事。食事か。うん。気にしてる人いないの？自分は減らないように気にしてます。だよね、なんか夏とかマジ食べれなくなる。あんまり動きすぎると。じゃあ動かないってこと？動くじゃん。夏とかは動いた分汗かいたりするけど、暑いと食欲が失せて食べれなくなっちゃって。だからもう意識、そういう時何気にしてんの？意識して食べる、量食べるみたいなとか、食べる回数増やす、一日の中で。それいいよね、一日の中で食べる回数増やすの。なんかもあんまり俺食べないんだけど、逆にもともとなのにめっちゃ太ってたんだよ。なんで、ね、どうやって典型的な偏食なんじゃない？食べ物じゃん。一食にもバーンみたいなさ、量じゃなくて。みんな一日何食食ってるじゃん？3か4。3。何食食べてるだろう。4。3か4。4って夜食、夜食？うん。トッポギーか。チームで出んだもん。いや、でもなっちゃんは常に何か食べてる。そう、口が寂しいからさ。動かしたい、常に。なんだっけ、なんかさ、走りのさ、練習の前にさ、ポテチ一袋食ってから来てたとかって。それはダメ。やばい。そっちの方が頑張れるんだよね、なっちゃん。練習直前とかに食べてさ、全然平気な人？全然余裕、なんか食べて、食べたから頑張らなきゃみたいな、消費しなきゃみたいな。モチベーションそこ？そう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 。食べちゃったら重くて動けない。ポテトチップスなんて重くないじゃん、軽いじゃん。なんか走ってる最中に出ちゃいそうなの。口の中でさ。いいよ、名言じゃない今の。
チ自体はデブの人の発言だったよね。ポテチ軽い。それ持った時の重さじゃない。量じゃないの。